未来への手紙、この道のの途中からこのアニメのストーリーテラーとして参加させていただくことになりましたディーン・フジョーカです福島県生まれの私ですが何か自分ができる方法で福島県の復興に関わっていきたいと思っていたところお声掛けをいたただきましたそれぞれ違った思いがあって原稿を読んでて一言一言の重さに声が。 出なくなりそうな気持ちもありましたがまあ自分が子供の時に、あのー、遊んだ阿武隈川だったり、えー、稲苗代湖の景色だったり、あのー、猫間のスキー場とかそうですねボタン園とかなんかいろんなことを久々に頭の中にこうはっきり 思い出すきっかけにもなってすごくあの今回やらせていただいて光栄に思います1はあります複雑な思いを抱かれるお話もあるかもしれませんそれでもぜひ世界中たくさんの人々に見ていただければと思います